みんな見たいって言うからね。死ぬもんってね。並べてくれるって。そういうことで始まりました。これ空と鳴ると書いてありますね。これ空の意味というのはちょっと深い意味がございまして、この空にもいくつもあります。学空、人空、使徒、剣の空、剣空、3つの空がありまして、その3つを理解して初めてその空の意味が分かるという、この奥の深い言葉でございますので、よくよく勉強したいと思います。空になるってことはゼロとか無とか言いますよね。それとやっぱり共通する点があるんじゃないかと思います。武道的な感覚で言いますと、私も何回か経験というか体験したことはございます。先生との出会いというか稽古の中でもありました。例えば先生が一度ね、野口さん刀ってのはこうやって構えんだよって、構えた瞬間にね、刀だけがうわーっと大きくなって、他のものがまるっきり見えなくなる、先生の姿も見えない、あれがゼロっていうか空というか無だと思いますよね。私も先生との付き合いはもう50年になります。その中でちょっとしたこう自分で先生に教えていただいた言葉、よく宗家はおっしゃいました。野口さん、武道家の心を忘れるな、武道家の心を忘れるな。私は最初はどういう意味だかも分かりませんでした。でも最近この年になって初めてなんとなくね、分かったような気がいたします。武道家の心とは何ぞや、要するに簡単なことですよね。人間として情、情け、人情、これが一番大切なことじゃないかと思いますね。そして心をきれいにしとけ、無になれ、これとやっぱり同じですよね。そういう意味だと思います。まだまだこれからも勉強しなくてはいけないと思います。私先生とよく演舞の受けをやらせていただきました。先生にそれが昔の話ですけども、テレビ撮影の時でした。テレビの局に行きまして、宗家と手合わせをしたわけです。宗家は薙刀、これを使いまして私とこう手合わせしたんです。その時の手合わせはもうぶっつけ本番で打ち合わせなしです。いきなりこうビャーッと来るんですよね。私もこう一瞬避けますが、それはもう先生との長い付き合いで、呼吸っていうか阿吽の呼吸っていうか、お互いにこう気持ちが合いまして、決して危険な感じたことはございません。やっぱり先生のコントロールといいますか、その辺のやっぱり私の生き添えがちょうどあったわけですよね。そういう経験がございました。ぜひね、たくさんのこう武器資料が陳列されています。時間のある方はぜひここへ来てね、実際のものを見たら勉強になるんではないかと思います。ここにある槍はですね、思い出話になるんですけど、一本この長い槍はですね、いわゆるテクニックが上手になっちゃう槍です。初見先生が槍何本も持っているのに、たまたまこの真ん中の黒い槍を買ってきました。お前らの勉強だ、お前らの勉強のために買ってきたと言ったんで、私は分からなくて、えってなったら、逆さ槍を持て、その時の持てという意味は構えろって言う。この槍を構えた瞬間に全身脱力、あって言ったら初見先生がなっ、全身脱力だだろ、だから買ってきたんだよ。そういうね、上手になっちゃう、このしなりがある槍なんですね。もう一本のですね、金色の綺麗な槍はですね、管槍といって、この管を持ってですね、こうスライドさせるような感じの使い方をするんですね。でこれはですね、うちの三振の方、基本の三振の方のですね、1本目の地の方をそのまま使える槍ですね。槍なんだけど飛び道具になってしまうような、そういう槍です。ちょっと覚えておくといいと思います。槍なのに突くわけじゃなくて飛ばせる槍ですね。筒を持って棒自体を飛ばす三振で、そういう槍です。この2本の槍はすごくこう、勉強にもなるし、実践でも使えるしという槍です。
はい、こちらに並んでいるのがですね、各種手裏剣と忍具って書いてありますけども、渥美先生が集めた、まあ、戸隠流の手裏剣はじめ各流派の、ね、手裏剣、形状、長さ、重さ、大体大まかに見ると刃がたくさんついてるね、車剣的な手裏剣と、あと棒状の棒手裏剣と言われるものですね。私がまあ得意としているものはこの棒手裏剣なんですけども、結局刃がたくさんついてるものは回転させて打つんで、どちらかの刃がね当たりますけども、棒手裏剣というのは棒状のものなんで回転させないんですよ。ですから直打法っていうんですけども、まっすぐ、正確には4分の1回転、指先を後ろへキープしたまま送り出します。滑り出した手裏剣は立った状態で飛んでいって、最終的に90度回転して4分の1回転ですね。出すと違ってね、こう投げるわけにいかないんで、放たれた手裏剣は立った状態で飛んで目標で刺さる、特殊な技術が必要なんですけども、これもですね、各流派片方だけに、刃がついているもの、両方についているもの、戸隠流なんか代表的な棒手裏剣はですね、板状の棒手裏剣なんですけども、刺すっていうことよりもですね、平べったい板状のものなんで、これを使ってですね、忍び込むときにドアを開閉させる道具、土を掘ったりする土頭の術とかね、そういったときに使う道具、まあ、武器っていうよりも一つの道具の延長として、で時には撃って、逃げるというふうに使う、それが武器っていうのは、ね、攻撃的なことではなくて自分の身を守る、まあ、ここにも隠し武器って書いてあるんですけども、手裏剣っていうのは、ね、あの小さなものなので作刀剣とも呼ばれてます。作刀剣、いわゆる相手の戦うそういう意識を奪ってしまう、で戦意を喪失させてしまう、ですから急所を狙うんではなくて肩とか足とか、そういったところを戦闘力を奪って、で自分は本来の目的である得た情報を正確に持ち帰らなくてはいけない、それが本来の目的でありますので、決して戦闘的なそういった武器の使い方はしませんでした。武神館道場の長瀬です。皆様応援気で頑張ってますでしょうか。今説明ありましたように、初見先生のコレクション、素晴らしいものがあります。皆さんも世界中で、ね、頑張ってこられると思いますが、くれぐれも健康には気をつけて、また会える日を楽しみにしています。どうかそれまで応援気でお過ごしください。ありがとうございました。国に来たかったんですけど来れなくて、何かのメッセージ最後に。はい、ご無沙汰しております。今度ね、大体日本もコロナが終わったらね、皆さんもどうぞ日本へ遊びに来てください。待ってます。お元気で。これは初見先生がご結婚なされてそのお祝いにということで、これ明珍の鎧といいまして、先生が若い頃に、四国で手に入れられた非常に初見宗家の中でも貴重な意味のある鎧なんです。まあ忍術っていうね、言葉いろいろに解釈する人もいるけどもね、一番人間らしい道が忍者の道だってことをね、知ってもらえばいいよね。